しかしだからあのケンタッキー,ししあ,ッキーあれしてたわようこうあのケンタッキーはマジでうまいの、ね、よ久々にくくったんだけどあのさ今日さクラスターの人とさあの放送始まる前にちょっと話してたんだけどさなんか最近そういえば居酒屋って行ってないなって思ってさ居酒屋の話にしてたんですよ皆さん居酒屋行ってます 居酒屋、すれば最近、本当に行ってないですよ。外で酒飲んでないから、マジで。マジで飲んでないから。でさ、社会人時代はさ、マジで言ってたじゃん、俺、あの年間東戸塚に200万ぐらい使ってたんだよ。本当、その月に稼いだからね、全部居酒屋にぶち込んでたからさ。で、何よく頼んでましたって話になって、え、俺そういえば何だろうって思ったら、俺、絶対あの頼んでたのがポテトフライだったんだよ。初めに頼むやつ、俺、ポテトフライっすねって言ったら。 えー、みたいな感じになって俺ポテトフライ絶対頼むんあのケチャップのさ真っ赤なケチャップがやーあのあ、ー、るやってますやってます、はい、やってます,てます、はいうん、えしなしなのじゃないあのー、割となんで,でかっていうとねマックのポテトフライとかも、まあ、さっきちょっと僕ケンタッキーで、あの飯、ー、食ってたんですけど あのー、揚げたてだったらやっぱりカリカリなんだけどさ、まあ、品々も来るじゃないですか。それはもうしょうがない、それは。だってもう、時はこうやってね、常にこう流れていて、あのー、タイミング的にはしな,しなが来る場合もあるんだけど、居酒屋のポテトフライってカリカリじゃないですか。500%。しな,しなのポテトフライ出る居酒屋じゃないじゃないじゃないですか。俺、だからマジで好きでさ、なんか意外になんか少数派っぽくて、それは俺はね、あの、マックよりも居酒屋のポテトフライが、本当に好きだったんだマジで。で、 次に鳥の軟骨ですよね揚げ軟骨でレモンをひっくり返してビューですよねそうでもう俺ちゃんと聞きますよあのレモン垂らしていいつってああいいよいいよつってビューうんうわ絶対マストで頼んでましたねあれは最近居酒屋だからそれ聞いたら居酒屋行きたくなっちゃってさ居酒屋行きてえなと思って 居酒屋行って俺何頼んでたんだろうってこう思い返してみるとその2つは出てきたんだけどあと他が全く思い出せない何食ってたんだろう何食ってたんだろうなどこで飲んでるの最近いや飲んでないよ俺外で本当にまあダチョウ塗っとかは行ったり行かなかったりするけどなんかあのーバーみたいなとこだからさ飯がないんだよねだいたいんか飯食ってから行ってるだから居酒屋にちょっと行ってないんですよね 揚げ出し豆,豆腐あったら頼頼みますかもう頼むできたらあのあんかけのきのこが乗ってるやつがいいわ大根でいこんおろしとあ,あんかけのきのこでとろんとなってるやつあれうまいよなあれなでまあやっぱり俺,俺さ半物何頼んでたんだろう絶対半物食ってたと思うんだけど何頼んでたんだろう締めの半物みたいなあチャーハンだな冷凍チャーハンだ そうだ、あの、居酒の冷凍チャーハンと失礼。うん、いいね。バズーカ。で、唐揚げは頼んだり頼まなかったりでしょ。で、あれだ、セロリのお浸しみたいな、あの、あれだ、あの、100%頼んだもの、もう一個見つけた。漬物の盛り合わせ、あれ、パないの。うん、あれ、あの、しかも最初じゃなくて、あの、 45分後ぐらいに頼む、あの、漬物の盛り合わせ。うん。あれい,いそ、ナス、ナス入ってるやつマジナス入ってるやつだったらナオイ、あの紫色のナス。あ、紫だわ、ナス。まあ、あの、まあ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 。まあまあうん、漬盛はラスト45分前だあまあまあまあ、そう、それもありっすね。それもありっすね。は生きてーだー当時行ってたのがさ、あの、あれ、なんとかグループのやつ、なんだっけ なんちゃらグループ。えー、っと、出てこない。えー、っと、目利きの銀次じゃなくて。うわ、なんだっけな。モンツォモンテローザグループのやつ。なんだっけな。ワタミじゃない。俺が言ってたのかな。違う。ワタミじゃなくて。うわ、なんだっけシロキアじゃない。わらわらじゃない。ウォタミじゃない。うわ、なんでだ、なんで出てこないんだろう。シノ、え、なんだっけな。あれ な、なんで、なんで出てこないんだみんなが言ってるとこだよ。絶対みんなが言ってるとこ。養老だけじゃない。あ、ドマ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 、そう、ドマ、ドマ、うわ、ドマ行きてドマ、ドマ行きてなドマドマ行きてえうわドマ行きてえドマ行きて,えドきてえあと千年の宴、そうそうそう、あ、そうそ,そ,それだ千年の宴とドマだ。俺がよう活用したの。これにマジで二百万稼ぎ込んでたわ。そしたら、 3時間で780円になった、飲み放題が。本当にあれ、いい思い出。くそ、いい思い出で。しかも、俺とスプリングマウンテンが行き過ぎたから、あのー、もう、さらにいいことがあってさ、もう、はる、あの、ごめん、あの、スプリングマウンテンと松本さんの、あの、同じ会社の人は、あの、3時間780円でいいですってルールになったんで、最終的に。そう。それ、それがね、本当にね、マジで、 なんかねもうお前一番の功績だよってなったあれよかったそう社員証出したら <laughs> あの7五0円なんだよ店長がでもさすぐ変わっちゃうんだよなドマとかそのモンテローザ系の、まあ、モンテローザじゃかどうか分かんないんだけどすぐ変わっちゃってさ新しい店長に半,半年に1回ぐらいでさなっちゃうんだよでそのたんびにあのー 店長が辞める前に店長ってああ松尾さんスプリングさんって次の店長に俺たちのことをちゃんと言っといてくださいねっつってもちろん言いますよっつって大丈夫っすってこのシステムは未来英語ずっと続きますからっつってよかったよそれぐらいよかったっ店長次埼玉っつってよなそうなんすよって頑張ってなっつってでその後、店長このあと空いてるっつってあと23時半す飲み行こうっつってそのままあのー ダジュールってコートダジュールっすはいじゃあ懐かしかったなと思って居酒屋行ってないなっつって、うん、居酒屋行ってなかったなほと最近行きたいなと思ってそのあれねわらわらとかあのウォタミとかドマドマとかの居酒屋行きたいっすねマジでドマのとんイなわかるドマのとんイめちゃくちゃいいよなあれな焼き鳥とタレはしようかどっち当時はあのー 専門学生時代とかはタレだったんだけど、働くようになってから先輩が、あの、鶏もも、タレと塩どうしますかって、塩、塩で、つって、その後に、塩に決まってるよな、うめえ鶏はって言われた瞬間から、あ、そうなんだ、つってあの、8年間くらい塩だったんだけど、でも、いろいろぐるぐる回って、最終的にタレうまくねって。うん、タレの方がうまくねって最終に持ってきてあげたけど。でも、それはキノコだけげのことでしなだからもうやめようあの。別に否定はしない、塩の人最終的にタレになるのよ。 鶏皮とか絶対タレだよな当時なんかもう先輩があ塩だよ塩だよ塩だよっつってこの柚子胡椒くつけながら食う鶏皮がうめんだよっつってああ当時俺もうまかったんだけどやっぱタレが一番だ俺まあねあそろそろ集まるっぽいなそろ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 集まるな多分な